はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日撮影日2023年1月7日でございます。この日付でピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、本日この池袋駅がいつもと激変しておりますので、そちらを見ていただきたいと思います。この動画最後まで見ていただくといつもと違う池袋駅を体験することができます。では本日もよろしくお願いします。さあさあさあ、まず見てください。これ電光掲示板なんですけどね、まず新木場行きが15時41分、その後46分という感じで、なんと5分後に列車が来るという感じになっております。そして2番線は湘南新宿ライン小田原行き15時53分、その後16時9分の逗子行きという感じで、ここはいつも通りですね。そして、大宮方面の宇都宮線は15時45分宇都宮行き、その後55分の籠原行きと、ここもいつも通りになっています。ただ4番線の埼京線です。こちらがですね、15時40分の川越行き、その後45分の大宮行きと、なんか埼京線の本数がめちゃくちゃ多くなっております。そしてこの山手線のホームですけれども、山手線がですね、外回りのホームがちょっとだいぶいつもと違いまして、まあ山手線といったら日中は5分間隔で、朝夕ですとだいたい3、4分で電車が来ますね。あ、今行っちゃいましたね。まあ次の電車待ちましょうかっていうとこなんですけれども、東京JR 東日本のホームページや駅のポスター、パンフレットをご覧ください。今ですね、15時40分ですね。次の山手線いつ来るんだっていうところなんですけど、なんとですね、15時50分。しかも電車行く先が大崎行きという感じになっております。そして今聞こえましたでしょうか、車庫に入る回送電車到着ですということで、山手線隣の内回りの5番線にはですね、池袋止まりの山手線が到着しました。まもなく7番線に当駅始発大崎行きが参ります。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。Your attention please. The train bound for Osaka will soon arrive on track number 7. For your safety, please stand behind the yellow line.そうなんですよ。これ今始発って言いましたよね。池袋駅始発で大崎行きという形で、外回り電車が運転されております。そして内回り電車は2本に1本がこの池袋止まりと、ということで今15時43分、あと7分発車しないんですが、もう7分前には入線してると、そんな感じになっております。でいくらか8番線で待ってる方もいらっしゃったんですけど、あ、まだいますね。8番線はですね、電車この時間のいつもだと始発電車あるんですが、8番線はこの時間なんと来ないという感じです。
下がりください。Your attention please. The train bound for Shinkiba through service to the Rinkai line will soon arrive on track number 1. For your safety, please stand behind the yellow line. で、こっから見えると思うんですけど、赤羽行きの臨時電車なんていうのも運転されています。赤羽大崎間延長運転が臨時増発してる感じですね。あと相鉄線からの直通電車がいつも新宿止まりなんですけど、この池袋止まりという形で池袋行きで運転されております。そんな感じで、いつもと違う池袋駅です。この1番線2番線が多分この池袋駅の中で一番列車が到着するんじゃないかなという感じです。はい、ということでこの動画が役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご乗車ありがとうございました。この電車は新宿駅です。恵比寿、渋谷。